スタンドアップ学芸、皆さんこんにちは。この番組は東京学芸大学放送研究会が送る15分間のラジオ番組です。今回のお相手は2年社長と1年店長でお送りしていきます。はい、ということで社長店長でやっていきたいと思いますけどもね、はい、収録日、本日11月の25日、はい、25日という数字、このなんか日付見覚えがあると思いますが、何でしょうね。1ヶ月後にね、せいやクリスマスがございますよ。はい、待ち構えていますね。なんかもらった最初にもらったプレゼントとかで思い出とかある？あ、そうですね、まあ覚えてる範囲では僕、うん、小さい頃ムチキングっていうゲームが好きで、 あったね、懐かしいね。なんでもカブトムシとかクワガタに夢中になってて、で、うんうんうん、クリスマスにはその、まあ、カブトムシとかクワガタのぬいぐるみが欲しいと親に言ったんですね、うんうんうん、するとまあ親はなんかぬいぐるみの値段を見たところ、なんか割と安くて、うん、それを不憫に思った親はラジコンとかその虫のですねフィギュアとかを一緒につけてくれて、はいはいはい、でもうすごい数で、それで大喜びした思い出がありますね。虫のラジコン、はい、あ有線のやつだっけ。そうですね、あのまだ線がついて、うん、それをそうガチャガチャ操作してた頃で、あ、俺も持ってた気がする、それ。あ、ですよね、うん、その世代ですよね。その世代だわ。はい、俺はね、あ、なんだっけ、ゲームボーイアドバンス、はい、もう畳めるタイプの紫色のやつ買ってもらって、なるほどなるほど、その後で虫キングのステッカー貼ったんですけど、ああ、なるほど。それと、ポケットモンスターエメラルド、あ、エメラルドですか。レッグーザが書いてあるやつ。なるほど、そう、あ、もうルビーサファイアを通り越して、いきなりエメラルド。そうそうそう、なるほどなるほど。そこから好きになったからなんだけど、あ、レッグーザがかっこよくてね。いや、やっぱレッグーザはやっぱ初めて見るとすごいもうかっこいいですよね。そう、デザインが素晴らしいね。はい、殿堂入り前にマスターボールで捕まえに行ってね。なるほどなるほど。そう、レベル70で無双したもんですよ私は。そうですね、もうその頃だと伝説のポケモン相当強いですから、ね、強いんだよ、激鱗が強かったんだよね、うん、いや強いですよね激鱗。そう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 、やっぱサンタさんね、はい、今となっては来ないよね。まあさすがに、まあ一人暮らしでサンタさん来たらちょっと怖いですけど、18、19のおっさん、ね、おっさんにサンタさん来ても何もいいことはないですからね。サンタさんも現金欲しいね。そうですね、ぜひ現金のプレゼントをね、はい、ずっともう5万円くらい置いてくれたら僕も発狂して喜びますね。あ、いいね、もうプレゼント自由に5万円から買っていいよね。そうなんですよ、もう枕元にお金があるっていうこと自体もロマンがありますね。ロマンあるね、はい、まあ、そんな感じで皆さんの元にもサンタが来てくれたらいいですね。はい、それでは皆さん今回も15分間お付き合いください。スタンドアップ学芸スタート。先ほど触れたように本日収録日11月25日、あと1ヶ月でクリスマスですが、現状彼女がいない僕たちは一人で寂しくクリスマスを過ごす、いわゆるクリぼっちとなることが濃厚です。ただ一つ言わせてください、そもそも一人から抜け出すためのきっかけがないんです。そこでこんな企画を行います。 Boy Meets Girl。この企画では僕たち DJ2 人が自分たちの理想の出会いをドラマ形式で発表し合います。今回クリぼっちの仲間であるディレクターさんの心により響いた方のドラマを作れた人が勝利となります。ということで、私たち作りましたね。そうですね、ミニラジオドラマを作る力作をお互いの。そうですね、ちょっと緊張しますけどね。はい、ということで早速店長のラジオドラマの方をお願いしたいと思います。はい、ではお願いします。あー、やっぱ人多いな。前の方しか空いてないよ。これから知り合いゼロでこの授業を受けなきゃいけないのか、憂鬱だな。ここいいですか？どうぞ。すいません、この授業友達で受ける人いなくて。あ、そうなんですか。実は僕もそんなところなんです。本当ですか？じゃあこの授業これから一緒に受けませんか？え、いいんですか？それはこっちも願ったり叶ったりですよ。じゃあこれからよろしくお願いしますね。
はい、ということでこれが僕のラジオドラマとなります。まあ、設定としては、まあ、はい、主人公が経済学部、女の子は文学部ということで、まあ、これは単に僕が文学部の女性が好みということなんですけども、まあ、なんでしょうね、まあ、その一人で困っているところに、うん、まあ、話しかけてくれるっていうのはかなり精神的にも安心すると思いますし、うん、なんでしょうね、まあ、これから主人公はずっと、うん、知り合いがいない中で授業を受けてすごい憂鬱な気持ちだったと思うんですけども、でも、うん、この人がきっかけで、あとこれからの授業なんか未来が開けたというか、ずっと一緒に受けれるということで、なんか明るい気持ちになったんじゃないでしょうか。これさ、はい、周りに知り合いがいないんだよね。そうですね、あのひょっとしてなんだけど、あのサイリーとかですかね。いや決してそんなことは、決してそういうわけではなく、あの自由単位という形で、そうですね、取ろうとして、たまたま周りにいなかった。そうなんです、別に決して僕が単位を落としたからこういうものを作ったわけではなくて、わけじゃなく来年への希望を込めたわけでもなく、はい、まあ、この大学でこんなことはないだろうなって思いつつもまあ理想ですからね。理想だからね、理想を語る分にはただですからね、はい、そうですね、うん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 、まあこんな女の子がいたらいいなということで、まあなので、まあ僕ちょっと、まあ女の子と話すの苦手なので、ちょっと主人公の話し方もちょっとコミュ障っぽく、ちょっと あって感じで、ちょっともう向こうから話しかけてきて、はい、こっちはもうなんかこうたどたどしく返すと。そうですね、まあ本当だったらなんか困っていそうな女子になんか、うん、ここ空いてますよどうですかって感じで話しかけられるイケメンだったらよかったんですけどね、うん、まあ、 あの理想の中でも自分は保っていきたいと。そうですね、なるほどね、はい、はい、続いて私のラジオドラマに参りたいと思います、はい、それではどうぞ。あのクソ上司め、自分の仕事を全部押し付けて帰りやがって。何が、今日は娘の誕生日なんだ、頼んだよ、だ。あー羨ましい。あ、コーヒー切れたんだった、しょうがない、買いに行くか。あれ、自販機の前に女の人が、彼女も残業か。あったかい、あったかい缶コーヒーっていいよな。わかるわかる。あ、すいません、邪魔ですよね。いえいえ、お構いなく。さて、コーヒーコーヒー、あれ売り切れだ。あの、このコーヒーですか、まだ開けてないのでどうぞ。ああ、彼女が買った方が最後の1個だったのか。大丈夫ですよ、僕は紅茶にするので。ありがとうございます。あなたも残業ですか。あ、僕第二営業課の中村です。あ、そうなんです、私は第三営業課の。以上、社長作残業夜の自販機の前で、主演社長でお送りしました。なるほど、自分でやったんですね。そうですね、やっぱね、推しポイントとしてはですね、はい、同じ境遇の、ね、さっきまで孤独と思っていたら同じ境遇の人間が現れるって、まあ、そこは多分似てるんでしょうね。そうですね、まあ、僕も、まあ、うん、同じ知り合いがいないという中での出会いですからね、うん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 、なんかこうあったかいコーヒーをさ、今冬ですよちょうど、はい、はああったかいって言ってる女性よくない、惹かれますね。なんかついなんか声に出して言っちゃってるところがなんかいいですね。そうそうそう、でちょっと油断してるんだよね向こうがね、はい、誰もいないと思って、はい、はああったかいって言ったら、あら、あ、人がいるみたいなね。そう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 。なるほどなるほど。なんかね、ちょっと惹かれるものがありますね、そういうとこにね。でも社長さんって社長じゃないですか。うん、社長じゃないけど社長だよね。でもなんかあのクソ上司ってなんか言ってましたけど、社長なのに上司がいるんですね。まあ社長にも会長はいるからっていうか、多分こんな中では私会社員なので。なるほどなるほど。一階のサラリーマンなので、あの別に社長ではないですね。なるほどなるほど。でも社長さんまだ働いてないですよ。働いてないどころかまだ19ですよね。なので、はい、ちょっと会社員の残業振られるぐらいになるのは結構先なのかなって思いますけどね。まあ理想ですからね、あくまで理想はね、理想はいくら語っても全然もさっきも同じこと言いましたけどね、はい、心の中で何を思って も外に出さなきゃいいんですからね。そう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 、実際今回こうやって外に出してますけどね、なんか恥ずかしくなっちゃうね。そうですよね、ちょっと自分のなんか心の中を、うん、なんかさらけ出すっていうのは若干ちょっと恥ずかしいものがあります、ね、ちょっと照れくさいものがありますね。そうですね。それではですね、ディレクターの方から、どっちの
ラジオドラマが金銭に響いたのか発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。勝者店長、理由大学生等身大の出会いだから。等身大だってよ。よし、やっぱりその僕はやっぱりこの自分の生活とちょっとなんかリンクしたいようなお題が良かったんですね、うん、そうだね、はい、いやサラリーマンって多分分かんないんだろうね。ですよね。でも社長さんのラジオドラマもすごいなんか、うん、エモい感じでしたね本当に。ちょっとあの空白を開けたりとかね、はい、っていうのがあったからね。あーでもなん俺もなんか講義をね聞いてる間に女子に話しかけられたいな。それは隣に座ってほしいなとは思うけどね。わかりますわかります。そうそうそう。え、店長はさ、出会いとその次の話ってどっちが重視したい？いやまあこういうこの企画をやっておいてなんですけど、うん、まあ互いのことを知り合うのがやっぱり大事なので、やっぱりその後のことを重視したいですね、うんうんうん、でもやっぱりいい出会いというのはやっぱり大切にしたいと思うので。ああやっぱそうだね。そうですよね。出会いも大事だけどね、はい、そのなんか仲良くなってからっていうのがなんかこうときめくポイントも増えていくんじゃないでしょうか。そうですね。はい、皆さんも理想の出会いを叶えてみてください。まああと1ヶ月ということでね、はい、頑張っていきましょう。そうですね。以上ボーイミーツガールでした。お送りしてきましたスタンドアップ学芸、そろそろお別れのお時間です。今回ですね、他の GHK の部員男子から、私たちと同じように理想の出会いについて聞いたメールが来ていますので、はい、今回ご紹介したいと思います。ではお願いします。ラジオネーム匿名希望さんからいただきました、はい、理想の出会いは一人で何気なく入ったカフェでコーヒーを注文したら持ってきてくれたバイトの子と目が合う。両者数秒目が離せないでいる。同時に目をそらす。後日その子に会いたい気持ちからまた同じ店に行くことになる。もう恋に落ちてる。おー、なんかいいですね。いいですね。カフェで一目惚れですよ。一目惚れっていうのがもう互いにですね。もう互いにだもんね。この状況だとまあお互いに目が合ってしばらくちょっと見つめ合っちゃうこっちがね一方的に目見てね、うんーみたいなじゃないからね。はい、それはちょっと気持ち悪いですからね。不審者だからね。はい、そう、あのカフェの店員さんとかでさ、はい、カップになんか書いて絵とかさ書いてくれたりするサービスあるじゃん。あ、そうですね、ありますよね。こうやって目が合った後でさ、いつもありがとうございます、こちら私のメールアドレスですなんてさ、いや送ってくれたら、さすがにメールアドレスまでは書きませんよ。ないか。いや、電話番号でもいいんだけど、書いてなんかありがとうございますですよ別に。なんかこの後バイトの後空いてるんですけど一緒にどうですか。ダメですよ。そんなダメか。それはちょっと良くない理想ですよ。ありえないか。はい、いいじゃんいいじゃん。まあ理想を描くのはさ頭の中ですからね。さんさん言ってますけど自由ですからね。はい、それをあんまり気持ち悪いのだったら外に出さずに家に秘めておくのはいいんですけど。はい、そうですね。そうそうそう。だから綺麗な理想を語り合うのはやっぱいいと思うんですよ。そうですよね、うん、まあだからそうやってね綺麗な理想をお互いに語り合って、まあ、高めていくっていうのもおかしいですけど。そうですね、まあ、そう楽しんで人生楽しんでいきましょう。はい、はい、では店長メールの紹介お願いします。はい、番組では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で gakugei.ghk@gmail.com gakugei.ghk@gmail.com です。懸命にスタンドアップ学芸宛てと書いてお送りください。また GHK ではツイッターも行っています。アカウントはgHKスタッフ @gHKSTAFF です。ぜひフォローしてください。スタンドアップ学芸、今回のお相手は東京学芸大学放送研究会2年社長と1年店長でお送りしました。バイバイ。